こちら遠藤明子先生の大人うという作品なんですけれども、こう人を想像をかきたてるようなシーンが各所に散りばめられているんですね。私たちの子供の頃って非常にその幻想的な夢の世界っていうのがたくさん心の中にあったと思うんですけれども、その頃の遠い記憶がまるでちょっとコラージュのようにこう組み合わさってる、ちょっとユニークな一枚になってます。子どもたちが描いたその絵の世界っていうのが大人が描く世界よりもさらにパワーを持った作品が多いっていうところが注目になっております。で、大人の方だけではなくて、ぜひともそのお子様たちにもこの機会に自分と同じ年ぐらいの子どもたちの作品が展示されておりますので、またここで作品を見て自分でも描きたいなって思うような感じの感想を抱いていただければ嬉しいなと思ってます。子どもさんの絵というのは本当になんていうかな、未来があるって言いますかね、我々が失ったものがもう描いてるんですごいなと思ったよね。うん、色使いがすごく綺麗だよね。では画家の夢と世界の児童画展、9月の28日まで笠間日動美術館で開催しております。たくさんの夢が揃っておりますので、ぜひこの機会にご来場ください。お待ちしております。